します。よろしくお願いします。今日は鴨田重政親分についていろいろエピソードを教えてください。鴨田重政親分と本格的に付き合い出したのは、一和会が解散して鴨田の親分が仇になってからやね。なんで付き合い出したか言うたら、過去側に藤岡隆言うて、鴨田親分のこのいとこで新領会鴨田俊二いうのが四国におって、そこの相談役を藤岡隆社長が しとって、この竹谷会長、鴨田の親分ちょっと寂しそうにしそうから面倒見立ってくれへんかいうことで、で私のとこへ連れてきて、で私ももともと鴨田の親分の不安やったから、まあ一和会と四代目山口組に別れたけど、もともと花のある親分で、私はちょろちょろ、まあ現役当時から鴨田の親分見て物言いもはっきりして、まあ役座らしい親分やなと思って好意も取ったんよ。それで藤岡の社長の言うことを聞いて、で姫路へ、ほなら社長鴨田の親分連れてきなはれないって言うて、姫路へ来て、でまあ私とこの嫁がしよったクラブは連れてきたり、で韓国クラブ、クラブリーとかゴールデンソウル、まあ行くとこ私は大体韓国クラブはこの2軒なんやけど、この私が面倒見とったから、まあ、よそで金を落とすよりもこの自分が面倒見とう店で金を落とす方がええ思って、そこでまあ鴨田親分も当時その言うたらずっと韓国を行ったり来たりしとったわけよ。鴨田親分はその一和会解散してから韓国行って、で韓国から日本の情勢をずっと眺めとったらしい。藤岡隆社長はその神戸やったら人を顔さすと、姫路やったらまあ当時はまあ私の天下みたいなもんよ。やっぱり長野会の大門で一時だけやけど、やっぱり義勇会が一番や言われた時もある。でこのある日韓国の七星会の幹部連中がこの日本に来る言うんで、おい竹垣を言うて、若い人ちょっと貸してくれや言うて、で伊丹空港へ迎えに行くに、うちの、まあ、幹部連中皆親分について行かして、ほんでこの伊丹空港でこの税関でもなんでもこっちで喧嘩しようわけよ。その通るのに、こら言うて、早通らんかい言うて、あ親分らしいな思って、それがやっぱりものすごい印象に残っとうかな。でそのしよったら竹中組から、まあ、中野会も一緒やった岩田隆三、まあ中野太郎親分の皮膚にもまあちょっと関係した男やけど、岩田隆三から電話かかってきて、兄弟で鴨田の親分兄弟の舎弟になったんかいな言うて電話かかってきて、何や兄弟どないしたんやって、いやこの兄弟とこの頭か誰かが気をつけ言うた、鴨田の親分もバーッと一緒に気をつけしとった言うて、この見とったもんに聞いたで言うて、あそうかいな言うて、まあこの岩田隆三もええ男で、中野会の中野太郎親分に最後までついていったんかな。 そんな関係で、まあまあ竹中組から中野会へ同じ頃行ったから、まあ現役当時は私と岩田隆三は仲良かったんよ。まあ機会があれば私は岩田隆三にも会いたいなと思うわな。この奈良の観光地を案内する時でも、私とこの若衆西村学、神奈川賢治、ここらが先頭になって案内して、それは当時も鴨田の親分も若衆おらなんだ。そやからうちの若い衆がずっと韓国からお客さんが来る言うたら接待して、あちこち京都観光にもついていき、これまあ話は飛ぶけど、鴨田の親分が竹垣を俺らお前の相談役になるかなと言うから、またその通りのことを中野太郎親分に言うて、
ほな竹垣をうちに来てくれるもんありがたいけど、この一和会の件で鴨田の件でも懲役に行っとうもんがおると、そやから俺の一存ではいかんぞというような話を長野太郎親分はしてくれた。でまたその通り鴨田の親分に伝えたら、ほうか言うたらもう一言でしまい。そんだけ物事にあっさりした親分よ。だから私がついた親分でねじっこい親分は一人もおらなんだ。一番最初の坂本喜一会長はそら返事は早かったけど、もうあんまり物の言わん人やった。あと四代目にしろ、竹中武史親分にしろ、ほで中野太郎親分、古川正明親分、皆も竹で割ったようなはっきりした性格やった。だからまあ鴨田茂政親分にも通じる親分よ。当時昭和時代からヤクザ張って人を人を言うたら、そういうまあスパッと竹で割ったような性格の人が多かったかな。鴨田親分で言えば、それからずっとまあ付き合いして、である日竹垣を置いて匠に会うて、匠勝当時の若頭、お前おっさん言うて何かあったら言うてくれよ言うて、こないで鴨田の親分言われた言うから、親分どれ言いましたんや言うたら、そんなもん匠言うて、お前みたいなもん頼むことあるかい言うて、そないで言うたったんや言うて、でその言うた五代目まだ発足して、その一番勢いええ時に竹垣をうちのもんが山家のもん言わした時に、あれもうちょっとずれとったら渡辺の玉取っとんやぞとか、この平気な顔して鴨田の親分が言うとった。親分言って、そんなこと聞こえたらどないしまんねん言って、お前聞こえても構えへんがいね、命はお前いつでもやるかないで、わしの命でよかったらいで、そのあれに親分ようけなんか一和会の時ガードつけてましたやんかいなって言うたら、若い人が心配するからわしもお前若い人ガードつけらしとかなしゃあないがいで、そやけど竹垣な、俺もお前竹中と一緒やと、おいで考えは一緒やで、それはなんぼつけとってもやられる時はやられるというようなことを言ったな。だから鴨田の親分言うたら豪快な人やったわけよ。それから神戸から東京の麻布十番に住んだんよ、鴨田の親分で。麻布十番に住んだ当時、徳間書店の徳間開口社長にその詫び状取っとったんよ、この鴨田茂政親分が。で竹垣を置いて、お前徳間書店と仲良しとんやろ、ええ親分してますよ、ほなお前に土産持たしたろか、何でんの、俺お前徳間開口からこの詫び状取っとると、それお前溝口でサッカー付き合いしようやろ、ええ付き合いしてまんで詫び状渡すから言うて、ほでホテル大倉、東京のホテル大倉で鴨田の親分と私と、ほで最後は徳間書店の専務まで行った長綱和之さん、当時朝日芸能の編集長やったんかな、それと作家の水口敦先生、この4人で会うて、で私と水口先生は立ち会いで徳間開口の詫び状を長綱和之さんに渡しとった。でその実績もあって、私は長綱さんは徳間書店の専務まで行ったと思うよ。まあもう今死んだけど、私は死ぬ最後までこの長綱さんとええ付き合いさせてもらった。でまあまあこの長綱さんが竹中四代目のアラブ自治のこの言うたら担当やったわけよ。その時はデスクやったんかな。で編集長は松園さんいて、まあ今でも生きとってやけど、そらいろんないい人材と知り合うたわな。で麻布十番でそやから鴨田親分が住み出して、親分何してまんねん今、いやわしはパチンコ行っとんやいて、することないがないで、で博打が好きよ鴨田の親分は。会長は、番長のお家の方にもよく行かれてたんですよね。ああ私よう行ったな。
ほんでその時に、ああさ、忘れられへん思い出、ちょうど鴨田親分の実弟の鴨田勇さん、声優会会長、まあ加藤新ちゃん、加藤新介なんかここの声優会の副会長しとったんやけど、その声優会の実弟の勇さんが競馬の話を私の前でしとった。鴨田の親分が、竹垣よ、こんなもん勇なんかお前10枚言うてお前1000円しか払えんねんと、それをお前の前で100枚や1万円や言うけど嘘やと言うて、こんなもんお前1000円しかようはるかいや言うて、兄貴って何言うてまんねんって、わしもちゃんと貼れましたがな言うて、昔のわしと違いまんねんで言うて、言うて、まあ言うた東映映画のマムシの兄弟と丸っぽい一緒よ、菅原文太と河内民夫と、ほな勇言うて、お前なんでお前が金持っとうわけないやねんかい、何言った兄貴言うて、ほれほれ言うて、あ、そうかい、お前この間事故起こしたんやの、事故起こしてお前当たり屋でもしたんかい、いや言うわ兄貴言うて、事故で金もろて、ほんでわしこないしてやっとんや、あ、勇言うて、お前ええ時計したやないかい、あ、兄貴これ買いましたんや、嘘つくないで、お前そんなもんお前コピーやろお前言うて、ほんでパーンと鴨田の親分がトイレ行ったら、この勇さんが私のそばへ来て、まあ私のこと会長やったんやけど、会長姫路行っていいか言って、姫路競馬で生で競馬張ってみたいんや言うて、そんなしとったらまたトイレから鴨田の親分が出てって、勇さん言うて、お前また竹谷に何か言ったやろ、いや兄貴何も言うとるかいな言うて、そんな調子やった、まああの愉快な人やった。会長、2014年の9月21日に介護施設サテライト宮岡っていうところに鴨田親分のお見舞いに行かれてますよね。ああ、もう鴨田の親分というのはこれ山口組が分裂してすぐに、もう言うたら久田さんいて、久田正義さん、はい、ニコ生のその久田さんが姫路へもう一人と来て、ほんでこの私に取材させてくれと、ニコ生出てくれと言われたんやけど、まあ久田社長は一番に私に声かけてくれたんよ、けど喋れる自信もなかったし、で断ったんよ。でその代わり、まああの鴨田の親分、私がこの紹介や言うたらいけるから言うて、このサテライト宮岡私が教えて、ほんで久田正義社長がこのもう一人のライター連れて行ったわけよ。ほんでまあ鴨田重政列強いう本ができたんやけど、そのさやから列強のそのことで、ほんでちょうどその時に長男やったやろ思うんやけど話して、でまとまりましたと言って、ほんでそういうふうなん聞いとったから、私は鴨田の親分にまああのこの久田さんにこういうものすごい持ったから、で親分頼ませてと言って、まあ長いことで顔見てなかったから親分の顔見に行ったんよ。ほんならバーンと大の字になって、親分もうほんまにあのこの動かへん。そやから私はまあ一つだけ断り入れとかなあかんねんやけど、鴨田の親分は私その時の足の状態見て、日本とも足がないかいな思って失礼なこと言うたけど、もう言うたらあの1本だけ糖尿でなかったのは、それもまあ糖尿言うより、その列強を見たら戦争中に弾が当たって、その弾の関係で足に弾が当たったやつがずっとその言うたら影響して、ほんで片足切るようになったりと言うとった。そやから私はてっきり糖尿や思いやったんやけど、鴨田の親分が自分で戦争時分に従軍しとって足に弾が当たった言うとうから、まあ、それが正解やと思うわ。そやからそんなんで、その最後に私が御神会の名刺渡す時に、もうほんまに謙虚になって、親分言って、私もこんなことしてまんねん言って御神会パッと名刺渡したら、これ戻ってええんか言うてこないで言うて、でもうあれが最後やったかな、平成26年9月21日忘れもせえへん。まだまだお話聞きたいですけれども、時間が迫ってますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。